久保さん今回桜にしましょうか。武士道の総長ともされた、うん。桜ってなんか日本っぽいですよね。春が来たみたいな。でもね、桜って、あのー、散りますよね。まあみんな散るんだけども、うん。まあ、もう5月になったら6月とか桜もないでしょうね。な、うんだろうな。 まあ桜に限らず植物も頑張って花咲かせてるわけじゃないですかしかも毎年毎年ですよねちゃんと探してますよねうんでも人間ってね桜より知能がある知識があるいろいろなことできるのに桜よりできてないんじゃないかなっていう桜は一生懸命ね花咲かして頑張ってんのにうん人間は桜より知能があって桜よりいろんなことができるのに桜からもらうことの方が大きいっていうね何なんでしょうねいってらっしゃい